戦争は悲惨を招く。勝者の側にも、市川忠厚。私が生まれて育った戦前の満州旅順使、現在の遼寧省大連市は、中国人と日本人が程よい距離を置いて共に暮らす、異国情緒にあふれた穏やかな町でした。国民学校のクラスには、白系ロシア人や朝鮮籍の生徒もいました。敗戦と同時に、町の雰囲気は激変しました。人々は外出を控え、夜間はソ連兵の略奪に怯える日々へと、日本人優位の世界は失われました。ある日のこと、騒がしい雰囲気に驚いて道路に飛び出すと、大勢の中国人に囲まれて、近くの自転車屋の中国人店主の姿が、両手と腰を荒縄で縛られ、背中には売国奴と書かれたベニヤ板がぶら下がっていました。彼が自警団の取りまとめ役だったことから、日本の警察に協力をしてきた裏切り者として咎められていたのです。罵声を浴びせられ、唾を吐かれ、足蹴にされていました。下を向く彼の目はうつろで、かつては威勢の良かった長身の姿はなく、同胞から虐げられてあまりにも哀れでした。小疲れながら町中を引きずり回され、その先に待つ人民裁判の広場へと、彼はそのまま暴徒の犠牲になったかもしれません。たとえ最悪の事態を逃れたとしても、屈辱の気持ちを抱えて生き続けて行かざるを得なかったことでしょう。いずれに転んだにしても、あの中国人のその後を想像すればするほど気の毒に思いてなりません。ほどほどに幸せな現在の拝みを振り返りながら、彼がどのような人生を送ったのか、今でも心を痛めています。国内に住む人も、外地で終戦を迎えた人も、人々は苦渋の生活を強いられました。引き揚げまでの2年半余り、私も数々の恐怖を味わい、子供ながら勝者の側にも過酷な運命に翻弄された人々の存在を知ります。戦争は双方ともに悲惨な結果をもたらすことを決して忘れてはならない。私たちはこの貴重な体験を安全で平和な社会づくりに生かさなくてはならない。現在も切に願っています。2021年11月19日、国立市役所にて録音。現在85歳、国立市に住んでおります。